もう会議は終わったぞ。会長、何か用事ですか？いや、その今日の20時頃は在宅か？は、20時頃は予備校ですが、22時なら。うん、了解した。では22時に。はあ、電話をかけるのに時間指定か。ま、面構えとスタイルは悪くないか。はあ、申し訳ありませんが、もう一度説明していただけませんか？うん、では改めて。ふつつか者だが、どうか幾久しく可愛がってやってくれ、旦那様。というわけで、私の部屋に案内頼む。ちょっと待て、いきなり来訪してトンチキな格好した上に、旦那様って何です？ふむ、まずはカナダにいる母から君宛てのメールだ。は？お久しぶり、ハヤト君。ちょっと頑固な子だけどよろしくね。お久しぶりってどこかで会ったっけ？ああ、先日母と電話した時、君の話をしたんだ。うちの両親と君のお父上が好意にしていてな。何？とはいえ、私が3歳の時に引っ越したから記憶がないのも当然だがな。メール、親父？元気か、ハヤト。父さんは今北欧だ。昔酒の席でお前の娘、息子の嫁にくれよと言ったのをどうやら覚えていてくれたようだ。まあ仲良くやってくれ。って、会長はそれで納得したんですか？当然だ。何か問題でも？終わりですよ。え？大体、俺たちの気持ちを完全に無視してるじゃないですか。泉くんは、私がお嫁さんじゃダメか？そういう問題では。ともかく、今日は遅いから止めますけど、明日は出てってくださいよ。なんです、その不満げな顔は。